して6月19日オタク総合体育館大会で行われます世界タッグ選手権試合、挑戦者チーム芦野翔太郎本田龍樹組対王者チーム石川修司佐藤光平組、こちらの一戦の会見をさせていただきます。それでは各チームに意気込みを伺っていきたいと思います。まずは挑戦者チームより芦野翔太郎選手意気込みのコメントをお願いいたします。皆さんこんにちは、芦野翔太郎です。6月19日大田区でこの世界タッグベルトに、挑戦できるということで、非常に気合が入っております。札幌でこのベルトを失ってからずっとこのベルトのことを考えてましたね。誰をパートナーにしようか、そういうことを考えてる中で本田龍樹、こいつが、パートナーとしてどれほどの力があるかっていうのは未知数だったんですが、この間の後楽園での6人タッグ、あそこで手応えがありましたね。ちょっと優勝はできなかったんですが、それでもこの本田、彼の良さを俺が引き出せるんじゃないかな、その手応えっていうのをものすごく感じてます。そして俺と本田はまだタッグチームとしては何もないです。実績も何もない。ただこの試合で実績を作ればいいんですよ。俺と本田で一発でこの世界タッグのベルトを取る、それが一番の実績になる。そしてこの40代オーバーの2人、言ってしまえばジジイですね。この2人から一発で取る、これはね、今の全日本プロレスにとってとても重要なことだと思ってます。こんな風にねサングラスかけてますけど、このね2人のねサングラスの下はものすごい情熱で溢れてますから。なんだ、そういうことです。以上です。はい、今回ね、言った通り、大田区でこの世界タッグのベルトに挑戦ということで、まず俺はね、所属になってから俺はまだ形となる結果をねまだ残してないんで、ここで形となる結果を残したい気持ちが一つと、芦野が言った通り、いつまでもジジイ2人にベルトを持たすわけにはいかないんでね、ここで俺と芦野が一発で取ってやりますよ。以上。大田区で、芦野本田対戦相手決まったということで、本当に大田区というビッグマッチで本当防衛回数が1回安易に増えるということで、すごい楽な相手を組ませてもらって、本当おじいちゃんチームにとっては嬉しいなっていう形ですね。なのでタッグチームへ向こう決まってないみたいなんで、僕がどうせツイッターでチーム名を募集して、そのチームを僕が授けてあげようかなと思ってます。以上です。結構です。この間もあまり言うようと思ったことなんですけど、どう言えばいいんだろうなというのが本音なんですが、とりあえずジジイ呼ばわりされましたけど、こういう高齢化社会ということはあまりジジイを舐めないでいただきたいなと思います。今小林さんが触れられましたが、石川さんはそのジジイ呼ばわりにされていることについてどう思います？そうですね、僕もどっちかって言ったら、衰えた人は、下がっていくのが当たり前だと思ってますけど、衰えてないんで、衰えてないのに下がれてもないのかなと思ってるし、
まあどうせやったらなんかちょっとなんかこう足の本田2人してまあ GG 終わりして一発で取ると同じことしか言ってないからまあここら辺が若いというか多分童貞ですね2人、はい、まあ、もうちょっと熟練してからいってほしいなと思います、はい、やっぱり GG はこういう発言しちゃうんですよ今の時代今の発言これツイッターで言ったら炎上しますからね、はい、まあ、こういうところがジジイなんですよ、ね、言っていいことと言っちゃいけないことの境目がなくなってきてるという、はい、そういうことなんですよこれがジジイですお前は黙ってくあのそれまでは俺はサングラス避けないって言ってこの間ポールテンからかけるようになりましたこの心境の変化というかこれはねノリですそしてすぐかけたらつまんないでしょ振ってたんですよ振りを大きくしただけです別にサングラスかけることもないまあこいつが持ってきたサングラスはちょっとダサかったんで嫌だったんですけど、まあ、昔からプライベートでもずっとサングラスかけてるんで、まあ、何の違和感もないかなと、はい、本当先生先ほど足野選手がこの間の6人対抗で手応え感じたって言ってますが本当選手はいかがでしょうかまあ6人タッグで初めて3人でタッグを組んでまあ2人はねもうこの全日本来る前からずっと、レスラーの団体からずっとやってきましたしやっぱり誰よりも手応えを感じたんじゃないかなって思ってますまあね本当にこのままこの勢いで3人で、やっていくだけなんで引っかき回してやりますよそうですねちょっと世の中の童貞の人に申し訳ないこと言ったまあでもまあでもそう卒業するっていうことが大事なんでね、はい、何の話をしてるか分かりませんけどもまあいやまあでもこうコメントが大きさいっていうことは変わんないんで、はい、そこら辺も含めてもっと面白くしてくれよっていう思いがあるんでさっきも言った通りツイッターであの足の本田チームのチーム名を僕が募集したいと思います、はい、先日言われたそのチーム井上陽水の候補の一つそうですね僕の中ではそれなんですけどまあちょっとそれ、まあ、またねやるとまたパワハラだなとかって言われるんでまあ見てるツイッターで募集して公募していいチーム名があればねなんか2人多分何も考えてないと思うんで僕が提示してあげたいなと先輩の優しさとして提示したいなと思ってます、はい、まあ大田区でね、ベルトを取られるのはもう本当にね当たり前だしねまず井上陽水っていうのももうそこからもうおじさんっていうのが感じますよねまあ俺知らないですしまずはいまああのおじさんっていうのもちょっと多分石川の場合はちょっとそれ喜んでるんじゃないかなって呼ばれてこの顔見たらもうそういうのが分かりますね気持ち悪いな逆にあの井上陽水を知らないことが多いのこっちが驚いてるんですけどまあ、それはジェネレーションギャップじゃないですかねそれを受け入れられないっていうのもおじさんの特徴です押し付けてくるっていうのはね嫌だね押し付けてくる感情者ですか足尾さんその先ほどからその石川さんがチーム名公募してあるんで言ってますけどチーム名のあれから進展状況といいますか進んでますか考案するいやもう考えてますよ、はい、そこはもうあの余計な心配をなさらず試合までねおじさんだとコンディション作るの大変だと思うんで、まあ、お酒控えてもらって、はい万全の状態でね試合に来ていただけるとこちらとしても非常に面白い試合ができると思いますのでどうぞよろしく
お願い申し上げます。